いい格好だぞ。貴様もやるんじゃ。何？一泊。あ、一泊。おい、誰だ。僕がお世話になってる接骨院の先生ですけど。何？小僧から話は聞いとるよ。これでいいんだな、ジジイ。こんな練習で体力つくのがうさんくせえが、おいしい練習じゃねえか。今ならこの人が何考えているかわかる気がする。